社会人のための高校日本史。で今日は四代将軍徳川家綱です。徳川幕府の政治は家康、秀忠、家光までが武断政治、徳川家綱から世の中が平和になったことを反映して文治政治という方針に変わります。徳川家綱の系図です。で徳川家綱というのは家康、秀忠、家光、家綱とつながる徳川本家嫡系の最後の将軍です。家綱の子供に後継ぎが育たなかったために五代将軍綱吉から徳川本家の傍系に将軍が移ります。もう一つ徳川家綱の特徴は父親の将軍が亡くなってから将軍座に就いたというところがあります。徳川家康は生きているうちに将軍の位を秀忠に譲って大御所として秀忠を後見しました。秀忠も生きている間に家光に将軍の位を譲って大御所として家光を支えました。ところが家綱の場合は家綱が将軍になったときに父親の家光は亡くなってしまっていると。そこで徳川家綱の後見人は家光の弟、家綱の叔父の星名正幸が務めました。徳川家綱の頃の朝廷側の責任者は後水野上皇です。徳川家綱というのは高校の日本史ではあまり目立たない将軍なんですが、将軍としての期間は30年もあるんですね。で、この徳川家綱の30年の将軍の期間というのは、後水野上皇の院政の期間にすっぽり重なります。家綱と後水野上皇は2人とも1680年に亡くなっています。先ほども言いましたが、徳川家綱というのは、父親の将軍が亡くなって将軍の座に就いた初めての将軍です。しかもその時、家綱は11歳でした。徳川幕府で初めての子供の将軍です。しかも父親家光の後見はない。そこで幕府の政治は老中の松平伊豆守を中心に集団指導体制に移ります。松平伊豆守が政務の中心で、大事な時に大老の酒井忠勝、そして後見人として星名正幸が将軍をサポートするという形が取られます。1651年、徳川家光が亡くなって徳川家綱に代替わりした時に、由井正雪の乱という大事件が起こりました。慶安事件とも言います。由井正雪と丸橋中也が中心になって、騒動を起こして幕府を転覆させようという事件で、慶安太平記という小説になって、後に歌舞伎にもなって大当たりした芝居の一つです。で、この慶安事件というのは、浪人問題をクローズアップしました。で、家康、秀忠、家光と、大名の改易が続いていて、藩が潰れると藩士たちは路頭に迷うわけですよね。大阪の陣まではまだ戦いがあるかもしれない。で、戦いの時に浪人たちは戦果を上げて次の主人を探そうなどということができたんですが、もう世の中は平和になってしまって、戦いで戦果を上げて次の主人を見つけるということも難しくなった。で、この大量に発生している浪人をどうするかということで、それまで幕府が取ってきた対策は、浪人が徒党を組むことを禁止するということとともに、武士から身分を変更しなさいということを進めてきました。例えば、坊さんになるとか、寺子屋などの師匠になるとか、商売になるとか、百姓になるとか。だから江戸時代って身分変更ができるんですよね。幕府自体がもう浪人になってしまったら武士辞めて商人や百姓になったらどうですかという
が武士という身分は固定されてなかったということがわかります。だけど、大半の武士は浪人になっても武士を選択しました。そのために、浪人という非常に不安定な人たちが世の中にいて、これが問題になってきたわけですね。そこで対策としては、浪人自体を減らすと、浪人が発生しないようにすればいい。どうして浪人が発生しているかというと、多かったのは、藩主が突然亡くなって、後継ぎが決まっていないから、藩が潰れて、藩士が路頭に迷うと。このパターンだったので、そこで、それまで禁止されていた松御用紙。松御用紙というのは、藩主が後継ぎがいないときに、何らかのことで体調が悪くなったりしたときに、今はの際に養子を決めて、藩を相続させるということなんですが、これがね、禁止されてたんですよね。しかし、そういうことをしていると、ひょっとしたことで藩主が亡くなって、あ、藩潰れましたと。そうすると、浪人が大量に発生するということになって、じゃあこの松御用紙の禁止を緩めましょうということで、松御用紙の禁止を緩めた時の初期の事例に、米沢三十万石が出てきます。1664年、藩主の上杉綱勝が27歳で病死しました。後継ぎいない。困ったな。このままでは、名門上杉家が断絶してしまう。ということで、高家の吉良上野介義仲の子供を養子に迎えて、まあ、30万石は15万石に減りますが、米沢藩を存続させることになりました。で、徳川家綱の時代には、それまでの戦国時代の風習を改めていこうという努力が行われました。例えば、武家諸法度の中に、殉死をやめろという規定が追加されました。殉死というのは、自分の主人が亡くなった時に後を追って切腹するなどで自分の命を絶つというものなんですが、どうしてそうするかというと、当時の武士の意識では、自分の主人は個人の殿様だったんですね。だから自分の主人が亡くなると自分も後を追うと。いうことがあったわけで、で、徳川幕府は、主人のために忠誠を尽くすということから、主家のために忠誠を尽くすというふうに変更させようとしていました。で、そういうふうにした方が、主従関係が安定するんですね。にもかかわらず、殉死が後を絶たなかったので、1668年、幕府は強硬手段に出ます。奥平、宇都宮藩の奥平忠政が亡くなった時に殉死が出ました。そこで幕府は殉死やめると言ったのに、まだやるんかと。懲罰だということで、宇都宮藩11万石を山形へ飛ばして9万石に減らしました。これで、殉死をやると、藩に迷惑がかかるということが分かって、殉死はだんだん減っていきます。ところで、近代になって起きた殉死で有名なのは、1912年、明治天皇が亡くなった時に、野木真助が殉死したという事例があります。で、この時に、殉死ということが社会的な話題になって、森鴎外が、安倍一族という小説を発表しています。これは1641年に細川忠敏が亡くなった時に19人が殉死したと。そしてそれに伴う安倍一族と熊本藩との間でトラブルが起きたということをテーマにしたものなんですが、小説では前の藩主が私が死んでも殉死はいかんよということになってますが、実際には殉死してもいいよという許可は新しい藩主が出すんだそうです。そこは小説と史実が違うところですね。まあ、それから
徳川家光の代には幕府の軍事力を示すために何度も日光社参というものが行われていました。これ日光社参というのは8泊9日をかけて江戸から日光へ行くんですが、数万の武士を動員します。一種の軍事演習で幕府の軍事力を見せつけるという面があったんですが、もう家綱の頃にもうこういう無駄なことはやめましょうということになって、家綱23歳で一度日光社参してますが、家綱が日光に社参したのはそれ1回でした。その後5代6代7代の将軍は日光には社参していません。その後和歌山から入った吉宗がやっぱ家康との関係を強調するために日光社参を再開しますけど、吉宗の後も再び社参というのはほとんど行われなくなってしまいます。もう幕府にとって膨大な費用をかけて何万もの軍勢を動員して日光に社参するという、そういう意味がなくなったということですね。徳川家綱が将軍になって4年目1654年、後光明天皇が22歳という若さで突然崩御したとき、後継ぎは誰にするかということが大問題になりました。後光明天皇のお子さんは一人いるんですが、女の子です。で、後光明天皇の前が明昭天皇という女帝なんですが、できたら男子の天皇で行きたいということなので、天皇家に残っている男子で皇位継承資格のある人はというと、後水尾天皇の第19王子、後の霊元天皇、この人しかいなかったんです。で、ここで当時の天皇家の皇位継承の説明を少ししておきます。天皇の正室、側室というのは、正室が女御、側室が天子、それ以外が女御というふうに区別されています。女御というのは一人で、摂家または宮家から入ります。後水尾天皇の場合、女御は徳川政子でした。で、この正室の産んだ子供に優先的に皇位継承権があるんですが、1654年の時点では徳川政子の子供たちには適当な皇位継承予定者がいなかった。次に側室ですが、側室は天子といって、林家または明家から入ります。1人、2人、3人、4人置かれています。で、天皇家では、皇位継承の見込みが薄くなると出家させてしまいます。で、そうして、皇位継承のトラブルを避けるわけですね。出家した王子が現続して天皇になったという例は平安時代以降一例もありません。日本の天皇で出家して現続して天皇になった例はないんです。出家したままで天皇になった例は一例だけあります。後見天皇が上位して後見上皇になって出世して出家したまま長祖して聖徳天皇になったという例があります。これ奈良時代の話です。で、この後見天皇、聖徳天皇というこの例を除いて、出家した人、または出家して戻ってきた人が天皇になった例はないんですね。で、この後見天皇の例は、凶例、良くない前例とされていました。では天皇家で出家していない男子はいるのかというと、一人だけいたんです。それが第19王子、後の霊元天皇です。ただこの人、生まれて3ヶ月目でした。とはいえ、第19王子のこの人しかいないわけだから、この人を儲け気味、いずれ皇太子にして、そして天皇にするということで話はまとまったんですが、まさか3ヶ月の子供を天皇にするわけにもいかないので、
つなぎの天皇を立てようということになって、第八王子が有栖川家に婿入りしていました。この人を天皇家に帰ってきてもらって、第十九王子、後の霊元天皇が成長するまでのつなぎの天皇になってもらったんです。こうして天皇家は五光明天皇が崩御した後、つなぎの五歳天皇を入れて霊元天皇につないでいきます。その間一貫して上皇は五水の上皇でした。このように五光明天皇が崩御して五歳天皇につなぐときというのは綱渡りのようなことをしているんですね。それで後に新井白石が皇位継承を安定化させるためには、皇位継承資格者を何人か作っておかないといけないということを考えるんですね。そして官員の宮家という新しい宮家が設立されます。で、当時も宮家というのはないわけではなかったんですが、いつ別れたかということが問題で、例えば伏見宮家というのは室町時代に天皇家から独立して宮家になっています。でね、新井白石はね、いや、そら宮家と言ってもね、何代も前にね、別れた宮家から天皇を迎えるということはね、それはね、いかがなものかと言ってね、やはり現在の天皇一家から近い関係にある宮家から、何かの時に皇位継承者を受け入れる方が納得されやすいだろう、ということで、官員の宮家というのを新しく作ったんですね。1654年、五光明天皇が亡くなって、生まれたばかりの霊元天皇につなぐために、五歳天皇が即位して、10年が経ちました。霊元天皇が10歳になったので、五歳天皇が上位して、霊元天皇が即位します。で、朝廷の実権を握っているのは依然として五水の上皇です。さて、霊元天皇が即位したときに、徳川家綱は公家たちに知行をあてがいました。九条家が最大で2000石、近衛家が1800石、岩倉家は150石。こういうふうに公家に知行をあてがった結果、公家と将軍の間に御恩と奉公の関係が生まれました。武家は将軍から所領という御恩を受ける代わりに、将軍のために戦うという奉公をするわけですよね。では公家は将軍から御恩を受けました。ではどのようにして将軍に奉公をするのかというと、公家は天皇に奉公します。公家が天皇に奉公することが間接的に将軍に奉公することになる。で、公家は経済的な御恩を将軍から受けて、官位という御恩を天皇から受けるという形になりました。公家は天皇と将軍という二人の主人を持つようになったということですね。で、公家に与えられた知行ですけど、九条家2000石、近衛家1800石、大名は1万石以上で、大臣旗本が3000石から5000石ぐらいなので、大したことないように見えますけど、この2000石というのは実収入なんです。大名や大臣旗本の1万石とか3000石というのは、それは所領の石高であって、そこから四公六民とか五公五民で年貢が入ってくるわけですよね。だから1万石の大名といっても、年貢が入ってくるのは4000石ぐらい。その中から藩士たちに給与を与えて、所領を経営するために土木工事とかいろんなことをしないといけないんです。ところが公家の2000石というのは、幕府から与えられる実収入なんです。しかも公家には所領を経営するといったそういう経費がかからないんですよね。これはほぼ自由に使える収入なんです。だからね、2000石というけど、結構ね、公家の生活は良かったみたいですよ。
ただ自由はね、多少束縛されてましてね。で、天皇は京都から外に出ていくことは難しかったし、公家たちも旅行するときは幕に届け出をさないかんとか、まあそういうことはあったんですけど、経済的な面で言うと、江戸時代の朝廷公家というのは案外リッチだったらしいです。幕府は公家たちに対して家職というものを定めました。それぞれの身が何をするかということですね。公事、これは朝廷の儀式を運営するんですが、摂家とか清賀家とかいう、摂政、官服、左大臣、右大臣クラスの最上級の公家が担当します。幕府と朝廷の間は武家転送という役の人が調整をするんですけど、武家転送も含めて、摂政、官服のような朝廷の首脳クラスは幕府に対して協力的です。これは幕末もそうで、官白や大臣クラスというのは最後まで幕府に対して協力的でした。次に白河家、吉田家。これは神儀、神社関係を司ります。中でもこの吉田家、京都大学の東にある吉田山の吉田神社を本拠地にしている家です。室町時代に吉田神社の吉田兼友という人が始めた吉田神道というのは江戸幕府に採用されて、1665年の諸社禰宜神主法度によって吉田家が神道会を仕切るということが決まりました。あと和歌は二条家、冷泉家、琵琶は伏見家、蹴鞠は飛鳥家というふうに、公家たちは将軍から御恩を受けて、それぞれの家が行う家職を持って朝廷に仕える。で、こうして公家たちは、こういう家職を持って天皇に仕えることが将軍の御恩に応えることであるという形で江戸時代を過ごすことになります。徳川幕府というのは、宗教はこれにしなさいと強制したことはないんですね。徳川家自体は浄土宗なんですが、仏教界に対しても浄土宗を押し付けたことはありません。天台宗、真言宗、禅宗、まあ、各宗に 割とまんべんなくね、配慮しているというところがあるんですね。ただ宗教が幕府の支配体制を揺るがすことは許さない。むしろ宗教をうまく活用して幕府の体制を安定させようと、そういうことを考えた政府です。その徳川幕府が禁止した宗教は2つあります。一つはキリスト教、もう一つは日蓮宗の不二伏派です。で、それ以外の宗派に対しては緩やかな統制を加えました。まず1612年、本山と末寺の関係をきっちりして、で、末寺が本山の指示を受けて動くようにしろと。幕府が本山を統制して、本山が末寺を統制するという形で、宗派ごとに宗教を統制しようとしたんですね。で、1665年、徳川家綱の時に、諸宗寺院法度というのが出ます。何が決まっているかというと、諸宗においては、作法と儀式をきっちりしなさい。そして、混ぜてはいけません。各宗派ごとに、うちの宗派はこういうふうにするんですということを決めなさいということですね。続いて、その宗の方式を理解しない僧侶は、寺院の従事にしてはいけません。新しい方式を立てたり、奇怪な説を唱えてはいけません。で、3番目、本寺と末寺の秩序を乱してはいけません。ここまではお寺に対してかけた統制です。あ、だから今ね、お葬式の時なんか、何々派はこうで、何々派はこうで、でね、やり方が微妙に違いますが、あれ、この時期に
公式、作法と儀式が決まったんですね。そしてその宗派に属している僧侶はその方式でやらないといけないということが幕府の方針で決まった。どういうふうにするかということは宗派に任せるんですけど、決めたことを宗派のお寺に対して守らせろということが家綱の方針です。次に一般の人々に対しては檀家はどの寺を選んでもよろしい。そして僧侶の方は檀家をめぐって争ってはいけませんと。で、この時に日本の各家はうちはこのお寺にしようということを選びました。そしてそれは固定されました。だから檀家とね、寺の関係をね、調べていくと面白くってね、村によってはお寺がある村とない村があるんです。でね、自分の村にね、お寺があってもね、そこの村の人がね、全部村の中のお寺の檀家かというとそうでもないんだよね。うちの村にはお寺がありますけど、私は別のところの檀家なんですという家結構あるんです。私ね、今度調べ始めた時ね、なんでね、そんな遠くのね、お寺の檀家になってるのかなと思いましたけどね。どういう経過でその家がそのお寺を選んだかは分かりませんが、檀家はどの寺を選んでもよかったんです。なので、お隣さんでもね、お寺が違うことはよくあるんですね。続いて1671年、宗門人別改め帳というのを作りました。これは村ごとに作ります。それに家族の名前と年齢と収支とどこのお寺かということを記録しています。で、これが今の戸籍というか住民票というか、そういう役割を果たしたんですね。で、こうして日本のお寺というのは徳川幕府の体制の中にきっちり組み込まれていきました。今ね、何々宗、何々宗ってね、言いますけど、何々宗、何々宗ということをね、やかましく言うようになったのは、この1665年の諸宗寺院法度、これによるみたいですね。それ以前、例えば、室町時代などは、武士も、僧侶も、天台、真言、禅、阿弥陀、などなど、いろんな、考え方を勉強して、で、いろんなものをね、同時に行うということが、むしろ一般的だったみたいですね。それが宗派としてきちっと分けられていくのは、この江戸幕府の政策によるというもののようです。江戸時代の前期というのは、高度経済成長期でした。人口がどんどん増えていきます。これは戦国時代に技術革新が起きて、例えば石垣を作るとかね、鉱山を掘るとか、そういう土木技術が大変発達して、それを応用して農地を拡大することが可能になった。例えば田畑の面積で言うと、江戸幕府が始まった頃、160万町部でしたが、1720年頃には300万町部、だいたい倍に増えています。人口もそれに従ってどんどん増えていきます。江戸幕府のなかなか巧みなところは、高度経済成長期に人口は増えていくんですが、高度経済成長が終わるとともに人口を抑えて社会を安定させたんですね。これなかなかね、江戸幕府うまいところです。人口ってね、なかなか難しくってね、増やしすぎると反動で減るんです。話を戻して、徳川家綱の頃は、また高度経済成長期の中にあって、田畑がどんどん開発されていました。で、田畑がたくさん増えていきますから、それを耕すための農民もたくさん必要になる。つまり仕事がたくさんあるということで、人口が増えていっても、それを養うことが可能であった。農業生産が活発になりますから、それを支えるための商業とか交通機関も発達していきます。徳川家綱の頃、東回り航路、西回り航路というのが河村瑞賢によって開発されました。
東回り航路というのは、出羽の酒田を出発して津軽海峡を回って江戸へ向かう航路です。これ難しいのはね、こう千葉県の周り、こう房総半島を回るのが難しかったんですね。そこで1654年、暫定的な手段として利根川が、利根川ってもともと東京湾に注いでいたのを銚子の方へ付け替えたんですね。で、この利根川を使って江戸へ向かうというルートが使われたんですが、やはり海に比べると不便だということで、なんとか海を通る航路をということで、河村瑞賢が一旦南下して下田へ向かって、下田から江戸へ向かうという航路を開発しました。で、翌年、河村瑞賢は酒田から西へ回る航路、日野岬を回って下関を回って大阪へ向かう航路です。これを開発します。それまで北陸地方の物資というのは敦賀または小浜で陸揚げして、一旦陸上交通を使って琵琶湖へ、そして水運を使ってまた陸上交通に積み替えるということをしてたんですけど、その二度にわたる積み替えの手間を省いて、船ってね、積み替えが大変めんどくさいんです。一回積んじゃったものを運ぶのはね、コスト安いんですね。それで、一回積んだものをずっと船に乗せたままで大阪へ運ぶという、西回り航路が開発されました。で、上方と江戸の間は、それまでに南海航路というのが開発されていて、これ日垣海線というのが大阪と江戸の間を動いてました。で、この頃は生産力が上方の方が高かったので、上方の方で酒でも醤油でもいいものが取れるんですね。上方の品質のいい商品を日垣海線が江戸に運んでいくわけです。江戸から見ると上方から下ってきたものはいいものだと。逆に地元で作った下ってこなかったものは良くないものだ。下らぬものはよろしくない。いう言葉が今でも残っています。この西回り航路が開始された結果、上方の資本が船を北陸から江戸地へ向けて回すことが可能になりました。これが北前船で、江戸時代から明治時代までね、北前船というのは大変に栄えて、北陸地方の港というのはね、この北前船でとっても賑わったんですね。江戸時代の時期、田畑が開発されて人口が増えていくということによって家族制度も変化しました。田畑が少なかった頃は、弟夫婦というのは兄夫婦の家に住まわせてもらってたんですね。この田畑を耕す使用人も一緒に住んでました。ところが江戸時代の前半、新しい田畑がどん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 できていくので、この弟夫婦たちが独立するチャンスが生まれた。それから使用人たちも独立するチャンスが生まれた。こうして新しい田畑が開発されたので、それまで土地がなくて独立できなかった人たちがどんどん独立していって、夫婦単位で家族が構成されるようになりました。そしてこの夫婦単位の家族がお墓を持つということになったんです。柳田邦男が先祖の話というのをね、書いてましてね、日本では先祖になるという言葉があったんよ。俺はご先祖様になるぞ。ご先祖様になるとはどういうことかというと、ご先祖様というのは独立してその家がやっていけるようにした最初の人を言うんですね。高度経済成長期において、今までは兄貴の家におらしてもらってたけど、チャンスをつかんで独立して自分の家を持つぞと。そうするとこの弟夫婦が独立して新しい家を作ると、この人から家が始まるわけで、財産を築きこの家がやっていけるようにした最初の人、これがご先祖様で、このご先祖様からお仏壇にお祭りするんだよね。例えば私どもの松本家の場合は、私から数えて
父、祖父、その上が徳平、その上が東右衛門。この東右衛門さんがどこからか播磨にやってきたらしいんだよね。それでどういうふうにしたか分かんないけど、人財産に築いて我が松本家を始めたらしいんです。ということで、我が家は五代前江戸時代の松本東右衛門から大仏さんにお祭りしています。この松本東右衛門さんというのが我が家のご先祖様ということになります。柳の国をね、戦争中にね、日本が戦争に敗れたら社会はどうなってしまうかわからない、この中でどうしても書き残しておかなければならないことを書くんだと言ってね、この先祖の話というのをね、書いたそうです。私その本読んでね、あ、そうかと、ご先祖というのはそういうことかということがやっとわかりました。こうして新しい家ができていきますが、これを土地を検知し、そして新しい家をどっかの檀家にすることによって、お寺に管理させるという形で、江戸幕府は土地と人々を管理したんだよね。それから、この頃、油の生産が増えてきて、夜も明かりを灯すことが可能になりました。そうすると、夜もある程度人間は活動できるようになったので、夜お腹が空くなということで、食事が2食から3食になりました。だから、徳川家綱の頃ってね、今の私たちのね、生活のね、ベースになってる部分が結構できてるんだよね。高校日本史で徳川将軍というと、家康とか家光とか吉宗が有名で、家綱ってあんまり有名な将軍とは言えないけど、私今回今度作ってみて、いや、家綱って結構ね、大事じゃん。まあ、家綱がやったというよりは、家綱の時代に日本が平和になって、日本の基本的な仕組みが出来上がったと言ってもいいのかなと思いました。最後に、家綱の時代の外交関係です。この時代、東アジアで起きた一番大きな事件は、中国で明が滅びて清に変わったことです。明というのは肝心の王朝だったんですが、豊臣秀吉が攻め込んできて、明と豊臣政権が共倒れのような形になって、弱体化した明へ満州人が攻め込んできて、清という王朝を作ります。ただこの清という王朝は、政治システム、経済システム、文化システムは明のシステムを受け継ぎました。中国には士大夫という有力者階級がいて、で彼らは自分たちの子供を家教という試験を通じて政府に送り込むんです。で、この仕組みが機能しているのであれば、士大夫階級は皇帝が肝心であれ、満人であれ、その政府に忠誠を誓うんです。で、清は家教の制度を維持しました。で、こうして皇帝は満人なんだけど、官僚、統治組織は肝心が動かす。ということで、まあ、明とそれほど変わらない社会が維持されたんですが、一つだけ、清が肝心に強制したのは、髪型、弁髪の強制です。弁髪って髪の毛を長く伸ばしてくくるという、あの髪型ですね。で、高校で髪型なんかどうでもいいという先生いますけど、そんなこと全然ないです。髪型ってのはね、結構大事なもんだよね。清は中国に対して満州人の髪型、弁髪を強制しました。言うこと聞かへんかったら処刑するぞと脅かして、言うこと聞かへんかったやつがいるんだよね。そしたらね、処刑されちゃいました。それでね、これはいかんということでね、中国全土があっという間に弁髪になりました。だから髪型って学校が生徒を管理するために使ってますよね。髪型というのは大事なもんです。で、明から清になったとき、丁成功という人物がいて、この人、父親は貿易商で海賊の丁子龍で、母親は丁子龍が九州にやってきたときに、平戸藩士の娘と結婚してできた子供です。で、この丁一族は明王朝で残った人を担いで、清と戦ってたんですね。で、1645年、
幕府に対して支援を要請していきますが、幕府はそれは断っています。で、幕府にとって悩みだったのは琉球で、琉球というのは、琉球は琉球王国という独立国なんですけど、薩摩藩が実質的な支配力を及ぼしつつありました。だけど建前としては独立国で、で中国から琉球王というふうに作風されてるんですね。で、幕府と薩摩藩は何を悩んでいたかというと、明は琉球王国に対して実質的な支配を及ぼそうとはしなかったけど、清になった時に琉球王国に対する扱いが変わるんではないかということを心配してたんです。例えばね、薩摩藩はね、こんなことも幕府に尋ねています。清王朝が琉球王国に対して弁髪にせえと言ってきたらどうしましょうかと。で、幕府は抵抗するな、髪型ぐらいのことやったら譲歩せえと、戦うなという方針を出しています。まあ、そういうようなことに、それは急に終わったんですけどね。あと、この帝一族が清と戦ったという副産物として台湾が中国のものになりました。いろんなことに、中国って台湾に興味を示さなかったんですよね。オランダ人がやってきて、台湾にゼーランディア城というのを作って、オランダの植民地みたいになってました。で、帝政公が清王朝と戦うために、台湾を拠点にしたときにオランダ人を追い出して、で、台湾は帝政公の支配下に入ったんです。で、1683年、抵抗していた連中が清に降伏したときに、台湾は中国の一部に組み込まれました。